意味宮神社は山口県下関市にある神社。調布のほぼ中心に位置し、中愛天皇が熊祖平定の際に滞在した安宮である豊浦宮の跡とされる。相撲資料館式内社で、旧社格は国平商社。長徳国の宮とされ、現在は神社本庁の別表神社である。飛び地境内として国の天然記念物万寿島、漢寿島を有している。 また、解決進む明が、現役時代、荒熊稲荷神社で、九州場所の必勝祈願を行い優勝したことが、縁となり、毎年11月3日の3日相撲に合わせて、参拝する。荒熊稲荷神社脇には、相撲資料館が併設され、解決や大野国康氏の化粧回しや、優勝杯、大井町などが展示されている。荒熊稲荷神社、中愛天皇元年に、 熊ソの政党に訪れ、中愛天皇2年に、安宮豊浦宮を建てられた。三大実録によれば、中愛天皇4年に、真の志向11代の孫伊沢万王が渡来して、日本に住みつき、珍しい宝物である海古の卵を封建したとされ、豊浦宮が三種渡来の地とされる。中愛天皇8年に、アマテラス大臣と、 住吉三上による託船を疑ったため畜死の貸し入れ、亡くなった中愛天皇を神宮皇后が三冠性伐からの木と豊浦宮の後に祀ったのに始まると伝える。聖武天皇の時代に神宮皇后、王神天皇を包摂して、中愛天皇を祀る神殿を豊浦宮、神宮皇后を祀る神殿を忌み宮、王神天皇を祀る神殿を豊明宮と称し、 三伝別律となっていた。中世に火災によりすべて、伊味宮に行使したことから、伊味宮と呼ばれるようになった。縁起式神明朝では、長戸国と浦軍紀宮神社と記載され、勝者に列している。縁元元年、足利高氏が、伊味宮神社で、戦勝祈願を行い、縁元二年に、崩落和歌を奉納する。調布毛利家の厚い庇護を受け、境内者として、 歴代藩主を祀る豊か神社も置かれた。古来、文武の神、将軍の神として、歴朝の尊数厚く、また安山の神として、庶民の信仰を受けてきた。ありがとうございます。